皆さん、こんにちは。今日は好きな道に挑戦する時の不安と恐怖の乗り越え方についてお話していきます。一見写真とは関係なさそうなテーマなんですけど、僕の YouTube をご覧いただいている方はなんとなく感じてきたと思いますが、作家の作品性っていうのはその人の人生哲学が思いっきり出たりするので、そういった意味で今日は楽しめるんじゃないかなと思います。また何かに挑戦される方にとっても、ね、もちろん勉強になるお話だと思いますので、今日もぜひ楽しんでいただければと思います。はい、ということで、今回 Q&A をいただいた方のニックネームはボノボノさんどういう意味なんですかね。30代女性の方なんですけど、ボノ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 さんでいきますね。はい、そして読めます。ちょっと長いですけどお付き合いください。銀行員から写真家に転向した時に、20代前半の頃は地獄と言ってましたが、どんな経験をされたんですか。またどのようにしてその不安や恐怖を乗り越えたのですか。自分も今転職を考えているのですが、安定を取るべきか自分の好きな道に挑戦するか悩んでます。ちなみに私も HSP ですということですね。過去会で僕が銀行員から写真家に転向した時の話をして、まだ見てない方は見てもいいかなと思うんですけど、要は、20代後半地獄見ましたっていう話をしました。いや、その内容ですよね。ただ文面をしっかり読むと、で今転職考えてらっしゃって、安定か好きな道かに迷ってますと。で多分不安だから、それどうやって乗り越えたの、高田さんの実体験どうだったの、ちなみに私も HSP ですっていうようなことだと思うので、僕の経験をはしょります、割愛します。そして HSP も僕ね、実は HSS 型の HSP という、また何言ってんのって思う方もいらっしゃると思うんですけど、特殊な希少種です。 HSP 希少種みたいな感じですね。やんちゃな繊細さんみたいな感じなんで、ちょっとねここは安易にはお答えしない方がいいかなと思います。つまり今日のテーマですよ。自分の好きな道に挑戦するときに、不安や恐怖をどう乗り越えたのかっていうところにフォーカスして、お話していきたいと思いますので、足りないときはまた Q&A ください。ボノボノさん、はい。ということで、本題に入っていきましょう。まずは、好きな道に挑戦するということの意味を皆さんに、ボノボノさんにお伝えしておきたいと思います。これは経験者として甘い言葉を言いたくないなと、真実をお伝えしておかねばというところですね。この道はとても険しく、とても過酷で、とても孤独な道です。そして人と違う道を歩くということは、その道の歩き方を知らない人の方が多いということです。つまり誰も助けてくれません。そんな中で一人でその道を歩くことになります。まずはその覚悟をしてください。続いてもう一つ過酷な理由があります。好きなことに挑戦するということは、それ以外のことを捨てるということになります。これは極論みたいなんですけど、極論じゃないんですよ。人間の時間は24時間しかない。使える時間も体力も限られてます。それなのに結果が違うんですよ。なんかおかしいと思いませんか。みんなが楽しいと思ってやってること、みんながこれぐらいいいでしょって思ってやってること、大丈夫だよ、なんとかなるよ、なんとかならない、それらみんながこれくらいだったら大丈夫って思うような時も、全部そのことに集中しないといけない。例えば大谷翔平選手、久保建英選手、彼らが野球とかサッカー以外のことをやってると思いますか。僕らが小学校とか高校とか、大学行ってる人は、その後社会人になった人、その時間ずっと野球とサッカーしてるんですよ。勝てるわけないですよね。で、しかもそうやってみんながやってる中からさらに抜きに出てるんですよ。つまり野球、サッカー、全然レベルは違いますけど、僕だと写真、本気で
自分がこれと定めたもので生きていきたいのであれば、それ以外のことを捨ててください。その覚悟があるのであれば、やるべきだと思います。まあ、ただ一点。捨てなくても好きな道を選んで生きている人というのがいます。それは、生まれた時からお金持ちの人。この資本主義社会においては、これは認めざるを得ない現実です。悔しいっすよ。そんなの。悔しいっすよ。そんなの。言ったって。でも、受け入れるしかない。妬んだって仕方がないし、お金持ってる人、お金持ちの家庭に生まれた人には、それ相応の苦しみもあるわけですよ。僕らには分からない。だから、そういう例外を置いといて、誰も助けてくれない状況の中、たった一人で、すべてを捨ててでも、そのことに集中できるか。その覚悟があるのであれば、今から僕がお話しする不安の乗り越え方を聞いてみてください。はい、ということで、なんかすごいスパルタな話が続きましたが、こっからが本題ですよね。不安の乗り越え方。はい。ここはね、シンプルですよ。まず、本を読んでください。続いて、音楽を聴きながら走ってください。そして、映像を見てください。もちろんね、細かいこと言い出したら聞いないですけど、今皆さんにお伝えできるのはそれぐらいかな。まず本を読むというところなんですけど、これはね、偉人伝読んでください。過去のすごいなーって思う人、ダヴィンチでもいいんですよ。何でもいいんですよ。売ってるんで。そして皆さんはあることに気づきます。どんな偉人も生まれた時はおぎゃーと泣いてるんです。遺伝はありますよ。さっき言ったように資本の違いもありますよ。けれども、生まれた時点ではみんな一緒なんですよ。で、どんな偉人もとんでもない失敗してる。とんでもない赤っ恥書いてる。人間なんですよ、みんな。で、みんなね、点でしか見てないでしょ。大谷翔平選手、久保建英選手って。僕も仲間に入れてもらえるんだったら、末席に入れていただけるんだったら、高田さんって点しか見てないでしょ。みんな苦しんできてるってことがわかります。だからここから、連想できることは、自分にもできるんじゃないのって思えるんですよ。それがね、一冊読んでダメです。二冊三冊で読むと、あ、みんな案外失敗してんなみたいな。ニコラ・テスラとエジソンとかみんな失敗してるんですよ。でみんないいとこしか知らない。なので本読んでください。自分を奮い立たせてください。ここに覚悟の磨き方という本があります。今売ってるのか分かんないけど、吉田松陰さん、皆さん知らないんだったらぜひ調べてください。もう幕末のスーパークレイジーな人です。高杉晋作だとかいろんな人の師匠にあたる人ですね。ですごい亡くなり方をされたんですけど、この方の言葉がここに詰まってる。僕は不安な時にずっとこれを読みました。時代のすべての異端児たち、誰も信じてくれないんだけど、僕はこの本を信じてる。2013年8月末です。ということなんで、ぜひ、まだ売ってるんだったら読んでみてください。売ってないんだったら、吉田松陰先生を調べてください。はい。でですね、次。音楽を聴きながら走るということなんですけど、まあ、皆さん音楽ね、その時代の音楽を聴いたら、その時代を思い出すじゃないですか。なんですが、僕がやってたのは、当時ね、練馬に住んでたんですよ。お金なかった時。自転車で光が丘体育館に行って、2、300円でジムに入れるんですね。週に2、3回かな。もうね、まあ普通に運動したいなの時も言ってましたけど、もうメンタルやばい、もうやばいやばいってなったら、まあそこ行って、もう特定の音楽聴いてひたすら走るとこ言ってました。そうすると、走ってるんでアドレナリン出るんですよ。で、その時に自分が奮い立つような音を聞くと、なんかね、乗り越えられるんですよね。だからもうそれを習慣づけて、もうやばいなと思ったらそこに出してました。光が丘というか、まだあんのかな。はい。だからその時聴いてた曲を聴くと、今もすごい泣けてくるし、もうなんていうんですかね、おごれないですよね。どれだけ自分がどの立場に行ったってこの時代があったからっていう、すごく苦しかったけど素敵な時代でしたということです。で、最後、映像を見る。
これも大事で、映像って言ってもその自分が奮い立つ映像です。これまた。僕で言うとね、これは、言いたくないわけじゃないけど、まあ僕のね、人生哲学というところだからお伝えすると、龍馬伝、2009から10年ぐらいのやつですね。福山雅治さんが主演です。僕は、福山さんをそこで好きになりました。もう似てるかとかもういいや。あそこで、龍馬伝を見て、僕は、志というものを知ったんですよ。そこから吉田松陰先生につながっていくんですけど、本当にいいから、もう龍馬伝だけで僕10時間ぐらい語れそうですけど、本当にあの10時間とかいい、もうめっちゃ語ることが多いんだけど、もうね、本当に挑戦したいんだったら見てください。めっちゃ熱いから、もう脚本も映像も音楽ももう役者さんも全部最高だから。うん、なんで、そういった僕にとっては龍馬伝、皆さんにとってのこれを見たら自分は奮い立つというものを用意してください。ということで、ここまでご説明した3つのコツっていうのは、自分を奮い立たせるためのスイッチです。あのね、自分を信じるしかないんですよ。相対評価したら終わりです。周りの人間と。自分が保てなくなります。なので、絶対評価で生きてください。自分はどうかという評価だけで生きてください。そして、環境も大事です。自分がこれで挑戦するって決めたことに対してケチつけてくる人とか笑ってくる人とか、もう距離を置いてください。悲しいけど、それが自分の好きな道を選択するということです。あのね、これはこれもお伝えしておきたいんですけど、一回でもこれっていうことに本気で挑戦した人は他人を笑えないんですよ。どれだけ惨めにやってたって、下手くそだったって、笑うことはないです。僕は笑えない。応援してあげたい。どうぞこっちへいらっしゃいって言ってあげたい。これが、なんで笑えないかというと、その挑戦することの意味を知ってるからですよ。最初にお伝えしたでしょ。すごく過酷な道だっていうことを知ってるから、情けない姿を見たって、笑えないんですよ。だから、笑ってくるってことは、この道を知らないから、今後この道を選んだ方にとってはあまり関わる必要ない人です。なので、そうやって辛くて長い戦いを続けて、自分の努力を積み重ねて、それが結果につながるまで継続し続けるというチキンレースなんですよ。ルフィは海賊王になると自分を信じてるんですよ。桜木花道は自分は天才だって信じてるんですよ。だから、漫画でしょじゃない。漫画も現実も一緒です。僕は、自分がこの道で生きると信じ続けました。どんな時も。お金がない時も、不安な時も、家を借りられなかった時も、社会的信用が落ちた時も、写真なんて誰が撮っても一緒だって言われた時も、めっちゃ仲いい友達に、やめとけって言われた時も、自分を信じ続けました。だから、負けそうになった時、最後まで、自分のことを信じ続ける。その気迫が大事なんです。これが不安と恐怖の乗り越え方です。そして、この不安と恐怖を乗り越えたものだけが自分が好きだと思う道で生きていきます。綺麗かな。はい。ということでした。今日はどうですかね。テンション的にちょっとガチすぎましたけど、逆にこのトーンだからこそ皆さんに届くこともあるかなと思います。ボノボノさん、30代の女性ということですけど、この質問を僕に投げてきたということはためらっていらっしゃるでしょう。死ぬ時に後悔のないように頑張ってください。足りない時はまた質問してきてください。はい。ということで、今日はここまでです。皆さんの心に火が灯ったことを祈りながら、チャンネル登録とライクしてください。はい。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。